手をついて発見を狙った。一応形で勝負決めて、どっちでもいいです。はい、足つきました。よし、で土俵の外に出ます。で、行司が今の場合は東の勝ち、お互いに で、 で最後もう一度練習が終わります。はい、で、次やってはいけないことを禁じ手の説明します。簡単にやりましょう。相手をぶってはいけません。張り手とかそういうのはダメです。バチンってやるのはダメです。はい、あと喉を掴むのは危険なのでやめてください。はい、あと女の子髪の毛長いですけども掴みやすいけど掴んじゃダメですよ。あと、必ず回しを今つけてると思いますので回しを持ってください。指で組み合うような形は、あ、こういう形になってください。はい、で指で掴み合うのはやめてください。ちょっと指で組み合って、女の子がこういう形になりますのでこれはダメです。止めます。教授が止めます。あと頭を前から組む、フロントヘッドロックと思います。フロント、あ、これも危険なので止めます。あと頭が下がりすぎ、同じですね。下がりすぎたのこれも行事が止めます。あと足取り、相手の足を取ってしまう、これも危ないので禁止です。はい、こういうことしないでくださいね。で、まあ先生堂々と力と技を競ってください。